とにかくやんちゃで、わかる？ワイルドもう男の子みたいだし、もううるさいし元気だし、もう落ち着きがないし、あのスポーツが大好きだし、もうとにかくそういう子でした。もう小学校2年生でクラブチームに入ってサッカー始めたんですけど、すでに小学校2年生の時の、あの文集って言って国語の授業で、将来の夢は何ですかっていうのを書くのがあって、私覚えてなかったんですけど、本当それこそ 3,4 年前に友達のお母さんが見せてくれて、そこにちゃんとサッカー選手になりたいって書いてあったんですよ。だからもう多分小学校2年生のその始めた頃にはすでにサッカー選手になりたかったんだと思います。Part the Swedes restricted to the odd counter attack. This is Endo on away, goalkeeper out and stranded. Opportunity for Japan, and they've taken it. Brilliantly done by Kawasumi. America は世界一の女子サッカー大国だとっていうのはもう知ってたし、まあそういう意味でそういうところに行くっていうのはすごく楽しみだったし。なんかこう、まあ、分からないことがあったり、なんかどうなるんだろうっていう気持ちよりも、とにかく楽しみっていう気持ちの方がすごく大きかったです。Hello everybody, Joe Fan here with another fresh face of Seattle Reign FC. I'm with forward Naomi Kawasumi as well as our trainer Sheila Tatsunami. Thanks so much for joining us and welcome to Seattle.こんにちは。とにかくアメリカ人は高さがあるのとパワーがあるのとスピードがあるのが日本人と全然違うので、日本はどっちかっていうとこうチームで戦うけど、アメリカは個人の良さをすごく出して戦うなっていう感じがあるので、でもそうなんですけど、やってみてシアトルはなんかそのチームでやるところと個人の自分の良さを出すところの両方をしっかりと持ってるチームだったので、まあだからこそすごく一緒にプレーしててやりやすかったし、すごい楽しいチームだなっていうふうに思ってます。 She just brings a brain. She's a clever footballer. She's got really good quality on the ball.you know, just having her out around the group again, it's been amazing. She's been here one morning and everyone's just got a smile on their face because that's what she's infectious. She's got that type of character. And then she comes on the field and shows her quality and you're like, this is what we want. ローラはすごく選手一人一人の特徴をちゃんと分かっていて、それをこうどうすればチームの勝利につなげられるかっていうのをすごくよく分かってる監督だなと思ってます。いや、うん、それが全てかな。だからまあそれがすごくやっていて楽しいなと思うし、まあ自分が感じていることとこう同じような指示を出してたりとか、選手の使い方だったりとかっていうのが、まあ自分とすごく考えてることが似てるところが多いので、まあ、それはすごくやってて楽しいです。Stolen away by Barnes. Now to Kawasumi. Look out from behind. Player on. She diagonal passes it ahead. This is a nice overlap opportunity. Danger, danger, and in the goal! It is Kawasumi! Welcome back to the Seattle Reign, Naho!
Hi, I'm Beverly Goble and I played in Japan with Naho for INET Kobe Leonessa. Hi, I'm Naho and play for Japan. Here's our drill. 多分ベブが日本に来た時は文化も違うし、もちろん言葉もわからないし、いろいろとこう大変なことがたくさんあったんだろうなっていうふうに自分がアメリカに来て改めて感じて、でもその中でも日本にいた時のベブを見てみたら、やっぱいつもすごくポジティブだし、サッカーに対しても一生懸命取り組むし、日本のサッカーをこう学ぼうっていうその姿勢がすごく見られたから、まあ彼女のそういう姿勢があったからこそベブが日本でしっかりと結果を残してきたと思うし、まあそういう彼女をすごく尊敬してるし、まあそういうところでしっかりとこういい関係を築けたからこっちに来ても、まあ彼女もよく私のことを見てくれるし、まあその逆もそうですしっていう、いい関係が続けられてるのかなと思います。今まで、ああ違うことはないかな。Here's Kawasumi on the right wing, waiting for the overlap with Reed. Instead, Nomi goes left footer, and that's in the back of the net. Goal number two, Nahomi Kawasumi and the Seattle Reign.